本日の聖書歌手はヨハネの福音書第1章の1節から14節になりますお読みいたしますはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方ははじめに神と共におられた すべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったこの方には命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった 神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ、 光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、 ご自分の民はこの方を受け入れなかったしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって 生まれたのである言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた クリスマスおめでとうございます <laughs> ちょっと今日はね普段と違ってねなんかこう雰囲気があってこういう雰囲気もいいですねなんかね、うん、今日はぜひこの五感感覚でこう味わうということを 大切にしてしてほいんですねこのろうそくの火であったりまた私たちの耳に入ってくる音であったり言葉であったりそういう五感で感じてほしいんですヨハネの福音書今日はあえてヨハネの作品と呼びますヨハネの 作品は頭でこう考えてもなかなか理解できません。ヨハネと名前のつくものがですね聖書の中でいくつかあります。今日見ているヨハネの福音書もそうだしヨハネの手紙もそうです。そして聖書の最後のヨハネの黙示録もそうなんですけれどもこのヨハネとこう名前のつくものをこう前にしたら 頭でこう考えないで感じてほしいんですねヨハネという人はなんて言うんでしょうかねまるでアーティストのような人ですこれはこうだよこれはこういう意味だよって一つ一つ説明していくんじゃなくてその場面や自分が見たものを本当に言葉という絵の具を使ってですね 描いていてくようなそんな聖書の書き方をするんですヨハネをこう頭で考えて今日語られた御言葉をこう頭で考えていってもなかなかね理解することができません最初の例えば見せてくださいノアさん見せられますか一章一節この初めに言葉があったとこう始まってくるこの ヨハネのこの言葉をですね頭でこう考えても何のこっちゃろうか何を言ってるんだろうかってなかなか理解できないんですだから今日はある意味ではアートのようにこのヨハネの作品を全身で感じていただきたいんです耳で聞いて目で見て 匂いを嗅いで、手で触れて、味わってみて、感じてほしいんです。頭で考えないで、感じるんです。言葉にしても、命にしても、光にしても、今日語られた御言葉の中にある言葉命、光にしても、私たちの 感覚に訴えてくるものばかりです。言葉、耳で聞きます。命、全身で感じます。光、目で見ます。ヨハネは、私たちの感覚に訴えてくるものを使って、頭で考えるな。感じろと言います。ヨハネは、 神というものをこの感覚の言葉で表そうとしています。それも無限の神が10代の娘マリアのお腹に宿るというこの途方もない物語をヨハネは言葉という限られたものでキャンバスに描き私たちに見せようとしています。 普段は考えないんですけれども、よろしいでしょうか。無限の神が、この全地を作られた神が、今もこの宇宙を支えておられる神が、全地全能の神が、創造主なる神が、何にもできない、乱死と呼ばれる た一つの細胞にまで小さくなられたんです。考えたことありますか神が何にもできないたった一つの細胞になったんです。神は永遠の命を与えるためにこの世界に来ました。すべてをできる方が無限の方が 何にもできないこの小さな小さな存在となって私たちに命を与えるためにこの世界に来ましたヨハネはこの壮大なストーリーを彼独自のユニークな方法で私たちの目の前に今提示しているんです考えないで目を閉じて ぜひこのヨハネの言葉を耳で澄まして聞いてくださいヨハネの福音書第1章の1節から4節初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初めに 神と共におられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったヨハネはこのヨハネの福音書を書いたヨハネは悩みました 神様の名前を何と呼びしたらよいか悩みました。もちろんこのヨハネが今表そうとしている存在はもちろんこれはイエス・キリストのことです。だったら初めにイエスがあった。イエスは神と共にあった。イエスは神であった。そう言ったらいいじゃないか。なんでわざわざ 言葉なんて読んだんだろうか誤解しないようにゆっくりと説明していきますなぜイエスと言わないのかそれはこの神様が 人となられる前にはイエスという名前で呼ばれていないからです。どういうことでしょうかヨハネが今示そうとしているこの神様が人となって生まれ両親からイエスと名付けられた時イエスと呼ばれるようになりました。じゃあそれ以前は 一体何と呼ばれていたのか何とお呼びすればよろしいんでしょうかヨハネは悩みましたこの方を何とお呼びしたらよいのかヨハネは悩んで悩んで悩んで悩みすい抜いた末に この神様を言葉とお呼びしました言葉言葉といえば一体何を思い浮かべるでしょうかいろいろありますよね言葉 私はヨハネが言葉と名付けた理由をこう想像します。世界中にある言葉の中で一番のものは何だろうか。世界中の言葉の中で一番と言える言葉は何だろうか。 ここに一冊の本があります。随分使い古された本です。いろんなところにいろんな、ね、印が打たれてます。中を見ると、中も、ね、い,ろんないろんな線がいっぱい引いてあります。これは私が高校生で、 洗礼を受けた時に記念としていただいたものです。これは私が洗礼を受けた時にいただいた聖書です。私は洗礼を受けた時にはこの聖書に書いてあることが正直よくわかりませんでした。わからないけれども私は何か心に響く言葉に線を引いて 一一生懸命一生懸懸命命読みました、まあ、なんだかこれはすごいこれもすごいぞこれもこれもこれもすごいやないかって線を引いたらヨハネの福音書の第一章全部線を引いてしまいました <laughs> これもすごいこれもすごいこれもすごいぞって何がすごいのか全然わからないですけれどもなんかすごいことが書いてある線だらけになりました。 話を戻します世界中にある言葉の中で一番のものは何かそれは神の言葉であるこの聖書です聖書には真実真理知恵悟りそして 神の言葉が現実となる力に満ちた神の言葉が収められていますこの神の言葉である聖書の一番初めを見た時にきっとヨハネはここに神の存在を感じ取ったと思います自分がシュエスと旅をした シュエスと一緒に食事を食べ、一緒に歩いた。このシュエスがイエスと名付けられる前の神の存在を、この神の言葉の最初の、最初にヨハネは見つけた、見つけたんだと思います。聖書の初めの言葉です。この神の言葉の1ページ目。創世記 1> 第1章、1節、そして3節にはこういう言葉があります。はじめに神が天と地を創造された。神は仰せられた。光あれ。すると光が。 神が天と地を創造されたとき、光あれという、そういう神の言葉がそこにありました。光あれ。ヨハネはここにイエスと呼ばれる神の存在を見いだしました。ああここに 我らが知っている人となられイエスと名付けられたもう一人の神様が確かにおられる神の言葉である神がここにおられるだからヨハネはこのもう一人の神様を言葉とお呼びしました 言葉さて私と,私と妻は昨日と先週とある方に紹介されたドラマを見ました、まあ、その方はこの中にいるんですけれどもね紹介してくださった方とはこの中にいるんですけれどもその方が紹介してくれた草なぎ剛さんが主役を演じている デフボイスというドラマを見ました見られた方おられますでしょうかあ,ありがとうございます、はい、デフボイスデフっていうのは、まあ、耳が聞こえない人のことを指します草彅剛さんが演じたのは家族の中で自分だけが耳が聞こえるというそういう役柄でした 彼以外はお父さんもお母さんも耳が聞こえませんそしてお兄さんも耳が聞こえませんでした彼はまあ耳が聞こえない人たちがこう裁判を受ける時に絶対的に必要な手話の通訳をまあ仕事としてしていましたドラマっていうとなんかジャーンとかね ドーンとかバーンとかそういうすごい BGM が流れるじゃないですかでもこのドラマは多くの場面で手話で表現されてます手話で表現されていてだからあまり音楽が流れていませんとても静かなドラマでした静かだけれども内容が深くて改めて 言葉が聞こえる言葉が伝わるってことを考えさせられましたその中で私にとって大変印象深い場面がありましたそれはまあ草な剛が演じるまあ彼が主役の彼が子どもの時小さい時に この耳の聞こえないお母さんとこう一緒に歩いていく場面です子供は転んでしまいますで泣き出します痛いよお母さんお母さんって叫ぶんですだけどお母さんにはこの声が聞こえないんですだからお母さんは自分の子供が転んだことに気づかないで立ち止まることなく 歩き続けますお母さんお母さんと叫んでもその聞こえない姿後ろ姿をこの少年は見ながら彼を立ち上がり走り出しお母さんの隣に行って何もなかったかのように一緒に歩くそんな場面でした別にドラマの中ではそんなにあの 大きな大きな場面ではないんですけれども私はこの耳の聞こえないお母さんってまるで神の言葉が聞こえない私たちみたいだなってそう受け取りましたヨハネが 言葉と呼ばれた神様その神様は私たちにたくさんのメッセージを発しています私が洗礼を受けた時にいただいたこの聖書の最初のページには私に洗礼を授けてくださった牧師先生が 聖書の中の聖書と呼ばれるヨハンの福音書の三章十六節を記してくれました。ここにはこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためで。 こんなに素晴らしい、こんなに私たちのことを愛している神の言葉が、神のメッセージが私たちに語られているにもかかわらず、人は神の言葉が聞こえないんです。言葉なる神の、その私たちに発する神のメッセージが聞こえないんです。 ヨハネの第一章三節四節をお読みしますべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったこの方には命があったこの命は人の光であった 9月に行われた日本伝道会議日本の全国からですねいろんな先生たちがこう集まって日本の伝道,伝道について一緒にねこう考えるそういう会議がありましたその最終日小山健先生という方がメッセージをしてくださいましたその中で私にとって忘れられないことを先生は語ってくださいました それは私たちを作られた神様が私たちをあなたをどうご覧になっているかについてでした小山先生の教会には食品サンプルを作られる職人の方がおられるそうです職人あの食品サンプルって分かりますかあのレストランの前に行くと 本物かどうかは分からなくてどうしてもう続きたくなるあの食品サンプルですねそれを作られるあの職人がおられるそうです確かに岐阜県には郡上八幡っていう,こう非常に有名なね町があります私も岐阜県出身なんですけれどももう少し北の方に行くとですねこう夜通し 夜通しこう踊り続ける盆踊りでねこう踊り続けるこう有名な郡上八幡があるんですこの郡上八幡にはもう一つ有名なものがあってこの食品サンプルを作る日本一のね町なんだそうです確かに郡上にはですね本当に周りとあらゆる食品サンプルがお土産として売られてます餃子でしょラーメンでしょあの なんかな本当にねもうないものなんかないぐらい本当にたくさんの、ね、食品サンプルがいっぱい売ってるんですよでこの職人さんがですね小山先生と郡上八幡にいた時にこんなことを先生に言ったそうですあこれは私が作ったやつです そう言いながらたくさんの中から自分が作ったものを見つけ出したそうです先生が「えなんでわかるんですか私はみんな同じに見えますけど」と答えるとこの職人はこう答えられたそうです自分の手で作ったものは絶対に忘れませんほら ここにちょっとした傷塗り残しがあるでしょうそう言われると確かにその通りだったようです私も実はこの今年この食材をね作りました今年ね実はアイホープチャーチには4本のろうそくをこう立てる食材がなかったので急いでね あの本当に倉庫にあるあまりの木で作ったんです結構いい出来でしょいでしょうか <laughs> ねもし私がこの場所からこれがなくなったとしてもでも10年たとうが20年たとうがもしこれを見つけたら私はあこれは私が作ったものだってすぐに分かりますだって私が心を込めて作ったからです ヨハネの福音書に戻ります。言葉と呼ばれる神様はすべてのものを作られましたこの方によらずに存在するものは一つもありませんそしてこのお方はご自分が作られたすべてのものを覚えておられます覚えておられるだけではなくてこれは私にとってかけがえのないものだ そう愛しておられますこのお方の中には命がありましたこの命は人の光でした私はこのヨハネの命この命は人の光だったというこのヨハネの表現から あるものを思い浮かべました。それはろうそくの火で表された人の命です。皆さん、わかりますか。まあ、私が小さい頃にですね、バカボンっていうそういうアニメがあったんですけれども。そのバカボンがですね。あの。人の命のろうそくがですね、ものすごいいっぱいこう立ってる。部屋に。こう行くんですよね。 中にはぶっといろうそくもあれば、まあ、細いんだけどものすごい長いろうそくもあるんですよ。でそのろうそくの一つ一つが、まあ、ある人の命を、ね、表しているんですで。バカボン、確かバカボンやったと思うんですけれどもバカボンは何を考えたか分からないんですけれども部屋の扉をね、ぶわって開けたんですよ。そしたら風がぶわっと吹いてきて中のろうそくの火が全部ぶわって消えてしまったんですよね。そしたら このオラは死んじまっただって言って、あの、歌が流れ始めてですね、みんながこう天国に行くっていう、そういう、まあ、アニメがあったんですよ。まあ、そういう物語があったんですけれども、この、この方の中には命があった。この命はひか人の光であったというときに、まあ、それとイコールではないですけれども、私は、あ、 私たちの命が本当に私たちを作られたこの方の中にあるんだなあっということを感じるんですよね。まるでろうそくの火を人の命に見立てているようです。しかし、ヨハネが語ろうとしていることはもっと切実です。私たちは神様によって作られ、生まれました。神様は全ての者たちに命を 与えられますす神様は命の源ですもしこのことを見失いこの方から離れるならば私たちは生きることができないこの方の中に私たちの命が かつて私が20代の半ばです、私が20代の半ばで広告カメラマンのですね新米としてこう会社に入社したときのことですものすごい体育会系のね会社でした、もうあの本当に。 今、今、今、はい、もうあんまり深くは言いませんけれどもものすごい体育会でしたあるベテランのカメラマンがですね、60近い軽、あのー、カメラマンというんですけれどもね、軽カメラマンがね、新人の新米の私にね、こんなことを言いましたおい、ちょっと来い。光が見えるようになれ その一言言ってね、去ってったんですけれどもね、新米の私に、プロのカメラマンとしてやっていくなら、光が見えるようになれ、まあ、ぶっきらぼうなね、先輩でしたけれども、その印象深いことをね、私に語られました。まあ、そこから本当にね、もう地獄のような日々が続きました、広告カメラマンって非常に華やかな、そんな世界をイメージするじゃないですか、違うんですよ。 もう地味にね、本当に商品撮影の基本を毎日毎日、死ぬ思いでやるんですよ。ビールの缶1本とかね、ワインのボトル1本とかね、ティッシュの箱1つとか、皆さん、朝9時に出社して、終電が終わるまで、たった1つのものを撮影するんですよ。 スタジオにこもって、スタジオね、光が反射しないように真っ暗にしてるんですよ、黒く壁とか塗って、地面も床も塗ってるんです、光が反射しないように。スタジオにこもって、A スタジオだったかな、確か A スタジオ、なんかね本当にねあの妖怪でも出るんじゃないかっていうぐらい、本当にあのあの歴史のあるビルの3階だったかな、3階の一番奥の部屋にね私がこもるスタジオがありました。スタジオにこもって 毎日毎日ワインの瓶をね1本撮影しました朝9時にスタートして夜中の1時を超えてたった1本のワインの瓶をですよ見本の通りにこの通りに取れて見本渡されてその通りに取るんですよでもワインってねものすごい難しいのなんでかっていうと全面が鏡みたいになってるんですよ ワインじあの家に帰って皆さんじ、ワインをねこうやって自分の顔に見てください、全部映ってるから、世界が360度、全部映り込んでるんですよ。いもう毎日毎日、ほんで朝から晩まで、同じワインをねひたすら取らされ続けました今と違ってこうフィルムでの撮影ですからもう一発勝負なんですよ。 まあデジカメでしょデジカメでこう撮ってあこう映ってるって言って拡大してあここはあかんあかんって言って直すんじゃないんですよ。これ,一発ですこれぐらいのシノゴって呼ばれる、ね、フィルムで今なかなか見ないですけどこれをこう構えて,、ね、こ,うやってこんな感じでカシャッたった一回のためにたった一枚のために朝から晩までセッティングしていろいろいろんなセッティングをして。 一つのワインを取るんですよで撮影したものを現像所に持ってって、まあ、現像上がりしたものをねああこれならなんとか合格できるわと思いながら、まあ、上司に見せるんですよすると上司がねこう当時はねフィルムっていうのはこう透かして見るんですけどこう透かしながらね「ああここ光写ってるこれあかんわ」とか言いながら「じゃあやり直し」って言ってまた次の日同じ日にまたやり直すんですよ。うん OK が出るまで私は来る日も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 同じ商品をね取り続けましたそしていつも、増田、光が見えるようになれっていう先輩のあの訳のわからない言葉がいつも頭の中で繰り返されてどうやったら光なんか見えるねんと思いながら光、光、光と思いながら光をずっと見てでも全然見えないんですよ光ずっと見ててもどこにどういうライティングしたらいいのかとか全然分からなくて。 でも、光が見えるようになれるように、光が見えるようになれるようにってね、そう考えながら、毎日毎日、スタジオにこもって、光と向き合っていました。ある時、ふと、光には様々な顔があることに気がつきました。ストロボのような瞬間的な光、プシャッという光は、硬くて、 鋭いっていとうことが分かりましたろうそくのような濃い光は暖かな光です暖かくて周りを柔らかな光で包みますけれども実は光としては弱い光です徹夜をして真っ暗なスタジオから出て朝日を浴びるその光は青いそして優しく包み込むような光です皆さんよく知ってるかもしれませんけれども マジックアワーと呼ばれるこの太陽が沈んだ数分間は皆さんよく世界中を見てください影がないんですよマジックアワーの時は影ができないんですなぜかというと光が世界を包むからです優しく優しく包み込むような光なんです私はこの先輩がですね光が見えるようになれというメッセージが 光の表情を見極める観察力を持てということだとまあ分かりましたヨハネの福音書の中には目の見えない人耳の聞こえない人がよく登場しますそして目の見えない人は光を失うとも表現されています 神様は私たち一人一人を作り、そして私たちに命を与えられました。神様はご自分が作られたすべての人を知っておられます。そして神様はご自分の中にある命がなければ私たちが生きることができないことも知っておられます。しかし私たちの方がこのお方を見ることができないのです。私たちの方が 私たちの光である命がこの方にあることを見失っているんです。見ることができないんです。光なのに。だから、光であり私たちの命であるこの方から離れて離れて離れて闇の中へ闇の中へ歩いていってしまうんです。そっちに行ってはいけない。こちらに来なさい。 ここにあなたの命がある。闇の方へ行ってはいけない。神様の言葉を聞け。しかし私たちは聞こえない。私たちは見えない。このままでは全ての人が闇の深みにはまり滅んでしまう。だから、光は闇の中に 輝かなければいけない。ついお願いします。だからヨハネが言葉と呼んだお方は闇の中に輝く光として私たちの世界に来られた。私たちが聞こえるように私たちが見えるように私たちに神の言葉が 聞こえるように、私たちに神の姿が見えるように、私たちに命を与えるために、光は闇の中に輝かなければいけなかった。だから、ヨハネ第一章の十四節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。 神のメッセージを聞くことができない私たちの間に、光になる神の、私たちの命がある神のその姿を見えることができない闇の中を生きる私たちのこのただ中に言葉は人となって住んでくださった。でもこの物語はそう単純ではありません。この世は人々はこの方を知りませんでした。 そしてこの方を拒絶しましたこのお方はご自分がこの世に来られることのことの結末をよく知っておられました私たちが生きるにはご自分の命をいやご自分のすべてを与えるしかないことをよく知っておられました霊的に耳の聞こえない人々は目の見えない人々は この世に来られた誠の光を理解できませんでした。異質なものとしてこの方を拒みました。そしてこの世はこの方を十字架の死という闇の中の闇へと導きました。私たちの誠の光は消えました。私たちのために傷つき、 痛み、すべてを背負って、このまことの光は十字架の上で命の光を消しました。しかし、しかし、光は闇の中に輝く。このお方は死という闇の中で再び立ち上がる。 そこに消えることのない永遠の命を私たちにとっての永遠の光となられる死は闇の中に光は闇の中に輝く闇はこれを消し去ることができないこの命なるお方が私たちの中に来てくださったいや来るだけではなくて 一緒に生きてくださった。暮らしにまみれた。私たちの中に来てくださった。私たちの暮らしの中に闇は、暗闇はいっぱいあります。家庭の中にもあります。職場にもあります。人間関係にもあります。自分自身の中にもあります。いろんなところに暗闇があります。でも、 その私たちのこの暮らしの中に、暮らしにまみれ、暗闇の中にまみれている私たちの中に、言葉は来て、そして光として輝いてくださった。だから、恐れないでください。私たちの暗闇の中に、光は輝いている。 あなたの暗闇の中に光は輝き続けている。私たちがこのお方イエス・キリストに出会うとき、私たちがこのお方イエス・キリストに出会うとき、この方は私たちの耳を開いてくださる。そして私たちの目を開いてくださる。そして私たちはイエス・キリストにおいて神様の 恵みと真実がいっぱいなのを知るこの方の中に恵みと真実が本当にいっぱいあることを私たちは知る神は実にその一人をお歌いになったほどによう愛されたそれは 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるあなたはイエス・キリストに神の愛のメッセージを聞くあなたはイエス・キリストに神の栄光を 光は闇の中に輝いている。 私たちの命であり、また私たちの光であるイエス様、言葉のある神様、私たちに神のメッセージを、また神の姿を見せるため、永遠の命を与えるために、闇の中に、 私たちの中に来てくださって、この世界に来てくださって、感謝します。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン 主なる神は言われるあなたは私の愛する子私はあなたを喜んでいる私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛している神の一人をイエス・キリストが言われる「見よ私は世の終わりまで」 いつもあなた方と共にいます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。だから安心して行きなさい。助け主なる精霊が私たちのうちに住んでおられる。仰ぎこい願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛。 精霊の社式交わりが我らの上に豊かに限りなくあらんこと、またこの世界の闇の暗闇の隅々に,隅々にまで光なる主が輝かんこと。アーメン。